こんにちは、クリーマンです。今日は久々にカレーのカレーじゃねえわカメラの関係のグッズを購入したので、そちらの方を紹介していきたいと思います。その前に、報告になるとなるんですけども、1月のもう4日ぐらいだったかな、このチャンネルの登録者数が200人を超えました。はい、ってことで、すごいゆっくりしたペースで、ですが、少しずつチャンネル登録者が増えてきて嬉しい限りでございます。チャンネル登録していただいた方、そして、このチャンネルを見ていただいた方、大変ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。現在この今撮影しているこの今はですね280人ぐらいだったと思うんですけども、それぐらいになってます。もうちょっとしたら、300人、到達しそうな勢いなので、まだチャンネル登録をしてない方で、カレーとかカメラとかドローンとかに興味ある方は、ぜひチャンネル登録をして、ご覧いただければ嬉しいです。はい、ってことで、早速、今日はカメラの関係の、グッズを紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。しで今回紹介するのは寒い夜の撮影を長時間やるときに、あった方がいいっていう、そういったものを3つ紹介します。その12月ぐらいにちょっと撮影の仕事があって、タイムラプスを撮るっていうことだったので、割と長時間カメラを一定の場所にこう放置するっていうことがあって、でその間にちょっと雨が降ってきたりとかですね、あったんですね。でその次にですね、まあ、1月に入ってあった撮影の中では、まあ、夜中もずっとこう撮影する、タイムラプスを撮影するという、まあ、仕事があったんですけども、ずっと夜中撮ってると結露現象が起きるのか、まあ、そのレンズがですね曇ってくるっていうこと現象が起こるらしいんですけど、でそれを防止するために何も、対策ができてなかったので、それを対策するものを買いました。一つ目はですねこれです。これはですね結露防止のレンズヒーターです。ちょっとAmazonで買ったんですけども、これのポイントは、レンズの外径が 140mm のレンズに対応しています。これタムロンの 28-200mm ですね。でこれの例えばこれに巻いたらどれぐらいになるかっていうね、こんな感じで巻けます。それでこういったものがあるんですけども、コントローラーがついてて、手元で一応温度とかの調整ができるようになってます。これマジックテープなので、本当にすぐ簡単にもうピタッと貼り付けられるんで、すごい簡単に装着することができます。でこのヒーターなんですけど、このヒーターは50度ぐらいまで上げることができるので、まあそこそこね、この寒さからこの保護することができるんじゃないかなって思ってます。使い方なんですけども、この本体のね、このヒーターにはこの USB の A タイプがついてて、このコントローラー、これがまたこの受ける相手側があって、でそのコントローラーの先がまた USB-A タイプになってます。でこれをですね、まあモバイルバッテリーとかにつなげて使うような形になってます。まあ、これにね対してモバイルバッテリーがいるってことで、あった方がいいってことで、モバイルバッテリーを買いました。アンカーのパワーコアっていうやつなんですね、買ったのが。
超大容量モバイルバッテリーということで、まあ、こういう入れ物に入ってて、中身はこれぐらいのサイズ感。 USB の出力口なんですUSB の出力口なんですけど、2口ついてまして 2.4、2.4 で最大 4.8 アンペアの出力が可能となっています。大容量ということで iPhone を4回充電できると、で iPad Pro とかは2回ぐらい充電できるような、それぐらいの容量となっています。こっち側から、マイクロ USB で、充電して、充電のねこう容量はここボタンを押すと、こうにランプで、点灯して、4つ点灯したら満タンっていうね、そういう感じになっています。従来の、まあ、サイズから言うと 30% ぐらいこうスリムになってるみたいで、まあ、重いっちゃ重いんですけど、まあ、結構ねそんなに邪魔にならないんですよね。はい、ってことで、これをですね、このこちらのこれつなげます。つなげて、スイッチを入れます。この赤いところが、ボタンになってまして、つけるとほらこうやってまず低い温度が低いところですね、赤いボタンを押すと電源がオンになって、こういう感じで、温度をね調節して、4回目を押すとまた消えると、まあ、ランプもつくようになってるんで夜でも温度のレベルっていうのは分かりやすくなっています。もう1本開くことになるのでカメラを充電しながら撮れると。ここに、もう一つ差し込んで、で USB をここに差し込んで、この袋にね入れて、紐をですねこれ引っ掛けがあるので、この引っ掛けにねこうぶら下げて、でこういう感じで撮影すると。ってことで、このバッテリーにカメラとそれからこのヒーターのね電源を供給することができるということで、ソニーのアルファ用のバッテリーをね結構4つぐらい持ってたんですけど、これ使ったんでもうほぼ使わなかったですね。これ1本で結構足りたということで、心強い味方でした。はい、もう一つ、紹介したいのはこちらです。 Amazon で買ったんですけど、なんかこれなんていうの、ゼクティレインカバー、まあこんなねポーチに入ってるんで持ち運びがすごくしやすかったです。まあね雨っていうのは結構外で撮影する時って、降らないって言っても降ったり、降ってたのにやんでたとかね、なんかこう持っていこうかどうか迷う感じなんですけど、これですね、このメーカーですね、この両側からねこうやって手が突っ込めて、しかもほらこれ見れる画面を見れるというね、友人からおすすめされたのでこれを買ったんですけど迷わず。で、どうやって使うかというと、こっち側の裏面にですね、ここにあのチャックがあって、ガバガバガバッとねやっちゃえると。で、こうキュッキュッとこうやって閉じて、でこれね絞りがついてるのでギュッとねはめれるんですね。ちょっとこうやっていくとね、これ200ミリなんで結構伸びるんですけど、これもね全部こう一応中で一応伸ばすことができると。マックスこう伸ばして状態でも一応これ全然かぶるっていう感じですね。余裕まだ全然あるって感じ。こういう感じでですね、画面確認ができるようになってます。ここでねタッチ操作もしようと思えば普通にタッチ操作ができると。すごくいいなと思ったんですが、実際に持っていた時は雨も降らなかったので使わなかったですね。だから、まあ雨降らない方がいいんですけど、結構これがあったらレンズも全部カバーできて、
操作もできて、しかも、まあ、特にタイムラプスとか撮ってる時は途中のね撮影してる状態とかいうのが、まあ、リアルに確認できながら、雨からも逃れるということで、すごくいいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今日は長時間寒い冬に外で撮影するときにあった方がいいアイテム3点を紹介しました。1つ目はレンズのね結露を防ぐためのヒーター、そのヒーターとカメラのね長時間撮影を可能にする大容量のモバイルバッテリー、そして突然の雨とかね、それから雨の中でも撮影しないといけないようなそういう時のためのカメラ用のレインコート、レインカバーですかね、この3点を紹介しました。参考になったと思う方はグッドボタンよろしくお願いします。そして、カメラとかカレーとかに興味ある方はぜひチャンネル登録をして、ご覧いただけたら嬉しいです。ということで今日はここまでです。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Even though it was cold, we were never wearing proper clothes. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, smoking cigarettes behind.